岡市博多区の櫛田神社では神職と巫女7人が男たちが身を清めるための砂を入れるかご、おしろいてぼなど山笠に関わる縁起物の準備を進めています。今年の縁起物は櫛田神社の飾り山笠をデザインした絵馬のほか、手ぬぐい、扇子など9種類合わせて9700点で、明日から櫛田神社の境内のお札所で授与されます。皆様方に届く重品なので、一つ一つ気持ちを込めて、山笠が成功しますようにという気持ちを込めて、奉製しております。来月1日に開幕する博多祇園山笠は4年ぶりの通常開催で、山笠の振興会によると祭りの期間中、コロナ前とほぼ同数の300万人の人出が見込まれるということです。